せーの、どうもこんばんは。今日は2月18日の火曜日です。今日の札幌はこんな感じです。お、車出てきた、びっくりした。 OKOK なんかさ、すごいお腹が空いてさ、どっかお店入ろうとしたんだけど勇気が出なくてずっとさまよってたから、もう一回札幌駅に帰ってきた。ちょっと札幌駅に今日3回目ぐらいかな、行ってみよう。札幌駅に渡るこの横断歩道の氷の溶け方がやばい。もうやばい、靴がびっちょびちょになるかも。こっちがね、いつも動画撮ってる札幌駅の南口なんですけど、イルミネーションある方ね。今日はね、北口に行ってみます。ここを通ってあっちから北口に行きましょう。こっちね、いつもの南口、イルミネーションある方です。めっちゃ綺麗。やばいな、これ綺麗だ。毎日綺麗だけど。よし、じゃあ北口に行こう。ちょっと走るかもしれないからついてきて。はい、札幌駅の北口に着きました。こんな感じです。本当にたまにしか来ないんですよ。北海道大学に遊びに行くときぐらいで。こんな感じです。あ、これ上、札幌駅。南口とは違ってちょっとイルミネーションはないかもしれないね。雪だるまあるけど、誰が雪だるま作ったんだろう。あっちの方に確か串鳥があったんだよな。あとこの謎のマンション、めっちゃ高い。なんかね、札幌駅の北口を全体的に映せるいいアングルの場所がちょっと見つかんないんですけど、南とはちょっと雰囲気が違いますね。あ、でももうすぐ新幹線来るんだ。そういえば2030年だから36歳か俺。こんな感じです。